中国大陸はアジア大陸の東に存在する現代国家としての中国の領域に含まれる陸地を指す用語。略称は大陸。中華人民共和国と中華民国では政治及び法律の分野で公的に用いられており、中華人民共和国では祖国大陸、中華民国では大陸地区という別称も使用されている。基本的な領域は アジア大陸部と海南東及びそれらに付属する当初であるが、詳細な範囲は、用語の使用者、使用時期により異なっているため、用語の利用状況に留意する必要がある。類義語として、中国内地や中国本土が用いられる。中華人民共和国における、中国大陸上段、アジア大陸部と、海南東中段、中国大陸と香港、マカオの位置関係下段、 中国大陸と大宝金場の位置関係中華、人民共和国における中国大陸内し、祖国大陸は中国政府が領有権を主張している領域の内から特定の地域を除外した範囲を指す。ただし除外される範囲は中国政府の要例を見ると1980年代以前と1990年代以降と決裁が見られるため注意が必要である。 1980年代以前の要霊、1980年代以前の中国政府による要霊では、一、中華民国が実効支配を続ける大砲金場、及びに民間の定住者がいない南海諸島以外で中国政府が領有権を主張する領域を中国大陸としていた。 具体的要例としては、1958年9月に全国人民代表大会常務委員会が承認した中華人民共和国政府の了解に関する声明の第1条において、了解を12回儀とする規定が及ぶ範囲を中華人民共和国の一切の領土とし、具体的範囲として中国大陸及びその沿岸当初、台湾及びその周囲各島、 宝庫列島、あずまいさ群島、生産群島、中産群島、南産群島と記載している。また、1987年10月に、中華人民共和国国務院が公表した単身旅行で、祖国大陸に来た台湾同胞の受け入れに関する、中華人民共和国国務院弁公庁の通知において、中華人民共和国が実行支配している地域を、祖国大陸、 または、大陸、中華民国が実効支配している地域を台湾と記載している。1990年代以降の要令、1990年代以降の中国政府による要令では、1、主権が外国から中国に移管された香港及びマカオ及びに中華民国が実効支配を続ける台湾以外で、 中国政府が領有権を主張する領域を中国大陸としている。具体的要例としては、香港返還直前の1997年2月に、全国人民代表大会常務委員会が採択した、中華人民共和国香港特別行政区基本法第160条を根拠とする従前から香港にある法の処理に関する全国人民。 代表大会常務委員会の決定の言さんから8において基本法では大陸、台湾、香港及びマカオの表現が用いられるが、これらの地はいずれも中華人民共和国を構成する一部分として解釈されると規定している。この用法はマカオ返還直前の1999年10月に採択された中華人民共和国マカオ特別行政区基本法。 第145条を根拠とする従前からマカオにある法の処理に関する全国人民代表大会常務委員会の決定の普言4から6でも踏襲された上、香港では釈議及び通則条例第2例上、マカオでは回帰法普言4から6において法的に明文化されている。なお、中国政府が主権移管後の香港及びマカオを 中国大陸と別個に扱っているのは、一国に制度により特別行政区とされた両地域が、植民統地終了後も、中国のその他地域とは異なる政治、法律体系を引き続きとっており、中央政府の直接支配が及んでいないからである。実際、同じ国内でありながら、香港、マカオと中国大陸とでは相互に出入国管理にあたる。 出入り境管理を行っている。2006年刊行の中華民国年間に基づく中華民国の公式な領土台湾地区大陸地区第1回国民大会第6次会議実録付属の中華民国全図1978年中華民国総統選挙の実施に際し名目上国民大会が代表している国家の範囲を示している。中華民国の行政機関である 内政部と外交部の資料に基づく実務上の定義台湾地区大陸地区中華民国における中国大陸内市大陸地区は教育部編纂の国語辞典である教育部重編国語辞典集定本において台湾地区以外の中華民国の領土と説明されている。ただし百四十九年の中央政府仙台から二千六年までの期間該当する範囲は 行政府の広告資料と法令及び司法府、行政府が用いる実務上の定義との間で整合性が取れていなかった。行政府の広告資料台湾地区以外の中華民国の領土は2006年まで行政院新聞局編さんの中華民国年間で広告されていた。2006年刊行の中華民国94年年間では中華民国の国土を 台湾と大陸地区とに分けて記載し、大陸地区の項にて中国大陸の範囲を解説している。具体的な範囲は、1727年から1941年までの間に新潮、または中華民国が諸外国と条約で確定させた国境線内のアジア大陸地域及び南海諸島の内中央政府仙台後に中華民国が 実行支配していない島々であり、中華人民共和国が実行支配する領域の他に、モンゴル、パミール高原、クナ南地区、及び、後進派等の中華人民共和国以外の国が実行支配する領域がある。大陸地区の領域は、国民大会と立法院の選挙区、及び観察院校所の区割りに反映され、第1回国民大会代表選挙と、 1> 第1回観察委員選挙及び第1回中華民国立法委員選挙は大陸地区と台湾地区の双方で実施された。大陸地区も内放した中華民国の領域は中央政府仙台以降も万年国会が存在している間は名目上使用され続けてきたが1990年代に組織変革で万年国会が消滅すると 中華民国年間等の政府広告資料でのみ確認できる存在となった。2006年11月1日発行の中華民国年間を最後に2021年3月現在に至るまで中華民国政府は政府観光物で大陸地区の領域に関する情報を広告していない。実務上の定義司法、法令、行政行政府の広告資料とは別に 中華民国の司法判断や法令の条文、行政府の実務においては、中華人民共和国の実行支配下にある地域を中国大陸としている。司法が下した判断文の実例としては、1954年に最高行政法院が下した43年半アざ第11号は、大陸を民国38年の政府先代から今日まで臨館し、 地図外の状態にある地と知るし、同年に、司法院が下した憲法解釈の尺アザ第十一号は、大陸各唱誌及び猛古チベットを中共に占領された地域と規定している。また、九百八十二年に最高法院が下した、七十一年、大乗アザ第二百十九号の判例でも、我が国の大陸領土は拒否によって一時的に盗まれているが、 それは依然として固有の領土であると記している。法令の条文や行政の実務における実例は中共、教費と表現していた中華人民共和国と実務的な接触が生じるようになった1980年代後半から発生するようになった。例えば、行政員が 中華人民共和国との業務全般を担う部署として1988年に設置した機関は行政院大陸工作会放と命名され、1991年に行政院大陸委員会へと改編された。法令上の要令としては、1989年に大陸工作会放が交付した台湾地区と大陸地区の民衆の間接通話開放を実施する。 方法において、大陸地区が事実上、中華人民共和国の実効支配地域を意味する語として用いられ、1991年に中華民国憲法の像をおむ条文が公布されると、大陸地区が憲法上の用語となった。この時点では、大陸地区の範囲が法令上は明文化されていなかったが、1992年に制定された台湾地区と、 大陸地区の人民関係条例第2条第2項で大陸地区は台湾地区以外の中華民国の領土でありかつ同条例の施行最速第3条で本条第2条第2項の執行区域は中国共産党の支配下にある地区を指すと法的に規定されたそのため中華民国政府の大陸委員会は 中華人民共和国の統治区域に編入された香港、マカオについての事務も管轄している。特別行政区を除く中華人民共和国の実行支配地域に関しては中国大陸の他にもいくつかの故障が用いられる。香港、マカオでは内地も使われることがある。例えば香港、マカオ住民が大陸地区を訪問する際に使用する身分証は 港沖居民来往内地通行省である。台湾では台湾海峡を挟み向かい合うことから、台湾中国共産党政権の統治下であることから、本来は同党の略称である中共が同義語として使われ、台湾独立派にはあえて台湾がそれに含まれないことを強調する政治的意図から中国と呼ぶ向きがある。内地は台湾ではもともと 日本統治時代に日本本土を指す言葉として用いられていた歴史的な背景もあり、植民地創始国を思わせる上、中華人民共和国や特別行政区の体制側がよく使うために媚びが感じられ、受け入れられていない。対岸は台湾でのみ使える相対的で場面を選ぶ用語である。中共は中華人民共和国を認めない含みがあるため、 当の中国当局がこの要望を拒否している。中国は香港、マカを含むと考えられるので多くの場合、中国大陸と範囲が異なるほか、中国語圏で台湾を含まないことを念頭に使用する場合は、中華民国体制、一つの中国論を否定する政治的な意味が強い。このため消去法で比較的中立である中国大陸が選ばれる面がある。 ただし、香港では返還後に大陸部から押し寄せた旅行者や移民への反感により、大陸の言葉自体が、いささか部別的ニュアンスを含むようになってしまった。大陸後、大陸妹などが完全に部別的表現として定着したほか、大陸という言葉自体が形容詞として、マナーの悪い、汚いなどの意味で用いられるようになったため、香港政府は、大陸や、 中国大陸という表現を避け、内地を好んで用いることが多い。これはもともと差別用語でなかった、シナという言葉が、現代の日本語で差別的とされ、中国がもっぱら用いられるのと同じケースである。ありがとうございます。